どうも、歯医者の野上です。前回は、4つの脂質について喋りましたね。全体像を喋ったと思うんですけども、コレステロール、リン脂質、中性脂肪から有利脂肪酸の4つですよね。その中で今回はコレステロールに焦点を絞って喋りたいと思います。コレステロールっていうのはすごく誤解が多いんですよね。今回はその誤解をちょっと解きながら、コレステロールというのがどういうふうに大切か、またコレステロールの値が高い人もいますから、そういう値が高いのに対してどうやって下げていくかっていう方法などについても喋りたいと思います。今回はこれですね、悪玉コレステロールを下げて善玉コレステロールを上げる本、これが分かりやすかったので、これを参考にして喋っていきたいと思います。まずコレステロールで一番誤解が多いのは、コレステロールは体に悪いっていうやつですね。まずこれからちょっと説明していきたいと思います。前回も少し説明したんですけども、コレステロールっていうのは確かに脂質なんですけど、いわゆるエネルギーになる脂質、脂肪ではないってことなんですね。体の構成要素としてすごく大事です。まず一つ目としては、だいたい4つぐらい大きく分けてあるんですけど、まず一つ目としては、レシチンなどと同じように細胞膜の構成成分になるってことですね。特にコレステロールは細胞膜の補強になります。で、がん細胞とかをやっつけるいわゆる免疫細胞の膜なんかにもなっているので、非常にこれは大事ってことですよね。で、2つ目としては、例えば、胆汁酸ですね。コレステロールはこう胆汁酸という形になっていくんですけども、これによって脂肪の吸収とか消化っていうのを助けてますね。で、ちなみに 5% しか排泄されなくて、 95% は再吸収して再利用するというふうになってます。あとコレステロールっていうのは、紫外線が当たってこう、肌とかに当たってくると、体内でコレステロールからビタミン D なんかを合成したりもしますね。それから、ホルモンの材料ですね。例えば男性ホルモンとか女性ホルモンとか副腎質ホルモンみたいな感じのホルモンの材料としても使われる。分かりやすく言うと、コレステロールっていうのは大事な栄養素だということを説明したかったわけですね。にもかかわらず、なぜか悪者扱いされてるってことなんですよ。だから実はコレステロールが高いということを心配される方がたくさんいると思うんですけど、コレステロールを低すぎる方が問題だというふうに、まず認識を変えていただくことが大事じゃないかなと思います。これがまず一つ目の誤解でしたね。2つ目、これもよくあるんですけど、食べ物のコレステロールが多いものを食べると、コレステロールが上がるというのをよく言われるんですけども、これも誤解なんですよね。卵とか確かにコレステロール多いんですけど、それを食べたからといって血液中のコレステロールが上がるわけではないんです。ちょっとここに説明の図を書いてみたんですけども、もう外因性、つまり外から食事で取るコレステロールで血液に入るコレステロールってだいたいね 20% ぐらいなんですよ。じゃあどこから血液中のコレステロールが来てるかというと、内因性といって、実は 80% は体の中、特にこの肝臓でね、実は合成されてるコレステロールが非常に多いんです。ちょっと経路をね書いたんですけど、糖分、脂肪分、タンパク質から肝臓でアセチル CoA から HMG-CoA、メバロン酸、ファルネシルピロリン酸、スクワレンときてコレステロールと、こういった流れ、特に酵素もね左右している、こういう流れでコレステロールを作ってるということなんですけど、ここで重要なことが1点ありまして、これは、食事の中のコレステロールが減ったら、実はここにフィードバック機構っていうのが働いて、 HMG-CoA レダクターゼというのを活性化してコレステロールをたくさん作るんです。もっと分かりやすく言うと、食事の量が少なかったらコレステロールをたくさん作る。逆に食事がもし多かったとしますよね。そうすると今度この活性を調整してコレステロールをあんまり作らなくするというふうなことになってるんです。つまりそれぐらい血液中のコレステロールを一定値に保って、隅々までコレステロールを運ぶシステムがあるということです。
これを理解してもらうと、食べたものが即血液のコレステロールになるわけじゃないということが分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、まずそこの誤解も解いておいてください。次によくある誤解としては、悪玉コレステロールっていう名前がよくあるので、悪玉コレステロールは悪いコレステロールなんじゃないかみたいなことも割とよく聞くんですけども、これもね間違ってるんですね。悪玉も善玉もねないんです。それちょっと今から説明したいんですけど、これは血液の中をどんな風にコレステロールが流れていくかっていうことを理解すると、多分この誤解が解けると思うので、その説明をしたいと思います。コレステロール、これは脂質ですよね。脂質っていうのは水に溶けないっていうのが正確ですよね。血液の中を流れるときに、実はコレステロール単独では血液の成分ってほとんど水ですから血液に溶けないんですよ。だからどういうことになってるかというと、こういう、これ船、これリポタンパクっていう船なんですけど、こういうのにコレステロールを乗っけて血液中に運ばれていくというふうになってます。ちょっとその説明をしますね。先ほど説明したように、体の中で確かにコレステロールを合成するんですけど、このコレステロールと同じように、アセチル CoA から脂肪酸、中性脂肪という形で中性脂肪も実は合成されます。で、面白いことに中性脂肪とコレステロールがこの同じ船に乗るんですね。これ VLDL って言います。ベリーローデンシティリポプロテインって言って、超低比重リポプロテインっていうのの、船に運ぶと思ってください。で、この船に運んだ時に、この丸でやったのが、書いたのがコレステロールね。ちなみに三角が、中性脂肪で、こういう形で、荷物を乗せてるというような船だと思ってください。で、この状態で血液を通るんですけど、最初に荷が下ろされるのは大体中性脂肪です。脂肪組織に下ろされて、筋肉で、中性脂肪が使われるという状態になると、この LDL になるわけです。三角がなくなりましたよね。で、比重が変わったので、LDL という、リポプロテインになるわけですね。で、ここが面白いんですけど、よく皆さんが LDL コレステロールって言うんですけど、LDL っていうのはね、リポタンパクなんで、タンパク質なわけですよ。タンパク質という骨です。だから LDL コレステロールっていうのは、LDL に乗ったコレステロールという、そういう意味なんですね。で、この LDL コレステロールは何をしているかというと、全身の細胞、先ほど細胞膜の原料になったり、それからホルモンの原料になったりと言いましたよね。だから全身の細胞にその大事なコレステロールを送る働きです。でもこれは悪玉と呼んでるわけですよ。変な話ですよね。大事なことやってるのに。で、送りますよね。余分なコレステロールが余ります。で、それをまた別で作った HDL という船にがあるんで、その船に乗っけて肝臓に戻していくと、こういう風なシステムになっているので、 LDL が全身に運び、 HDL が全身から肝臓に戻していくという風になっているんです。で、ここのシステムで理解しておいてほしいことは大きく2つあります。この2つのことはすごく大事なんで理解してほしいんです。まず1つ目は、コレステロールは単独で船に乗るんじゃなくて、要は中性脂肪と一緒に VLDL という船に乗って血液にまず運ばれていくという、これが一つ目です。あともう一つ、これも先ほどの説明で分かったと思うんですけど、 LDL コレステロールも HDL コレステロールも要は船が違うだけで、中のコレステロールは一緒なんですよ。例えば僕、野上って言うんですけど、僕がバイクに乗って船に乗ったとしますよね。乗り物が変わっただけで野上は野上ですよね。バイクに乗ったら悪玉野上っておかしいでしょ。っていうのと一緒で、悪玉コレステロールって言葉も本来ちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、悪玉コレステロールが悪いコレステロールという意味ではなくて、たまたま LDL という船に乗ったコレステロールをそう呼んでるだけなんで、コレステロール自体に何の区別もないというふうなことをまず理解してください。で、悪玉コレステロールっていう LDL が酸化されると、確かに、動脈硬化のリスクになるということで、あまりにも LDL コレステロールとかが高かった場合、脂質異常症になるんで、それを、下げるのに、じゃあ薬で下げたらいいんじゃないかみたいなのがあると思うので、じゃあ薬だけで本当にいいんでしょうかっていうのをね、ちょっと最後の誤解として喋りたいと思います。
えば薬ということで言うと、遺伝性の家族性高コレステロール血症みたいなやつがあるんですよね。そういう方は確かに薬が必要かもしれませんが、そうじゃない方は今から言うような方法でちょっと、コレステロール値を下げていくっていうのが安全じゃないかなと思いますので、ちょっとその説明をしたいと思います。まず、血中のコレステロールを下げるにはってことなんで、まず1番目として中性脂肪の方を下げてほしいんですね。これすごく大事です。で、なぜこれができるかというと、先ほど少し説明したようにこの VLDL っていうのは中性脂肪とコレステロールを同時に乗せるので、中性脂肪が増えたら VLDL っていう船も実は大きくなるので、結果的にね LDL コレステロールが増えるんですよ。 LDL コレステロールが増えると結果的に HDL コレステロール減るっていう、まあ、こういう位置づけになるんですね。だから中性脂肪と LHDL っていうのが、まあ、反比例の関係にあるということを認識していただけたらいいんじゃないかなと思います。で、中性脂肪をどうやって減らすかってことに関してはもう次回の動画でね詳しく説明したいと思いますので、そちらを見てください。まず1番目は中性脂肪に気をつけてください。で、2番目、これはね水溶性の食物繊維というのをしっかり摂るということが大事です。これは2つぐらい、効果があるんですけども、まず1つとしては先ほどこう言いましたよね、コレステロールから胆汁酸が作られていくと言ったんですけど、胆汁酸がこれね再吸収がほとんどされるんですが、もし食物繊維をしっかりとってると実は胆汁酸を包み込んでこの排泄の量が増えるので、結果的に、再吸収の量が減るでしょ。だから血液中のLDL コレステロールから胆汁酸を作らないといけなくなるので、血中のコレステロールが減ると、まあこれが一つ目ですね。あともう一つ、これですね、コレステロールというのっていうのと中性脂肪というのが関係あるって言いましたよね。実は水溶性の食物繊維をしっかりとっておくと食べ物の中の糖質とか脂質っていうのの吸収が阻害されたり、まあ、遅くなったりするんですね。で、結果的に中性脂肪が減るので、その結果として LDL コレステロールも減ると、まあ、こういうふうになってますから、まあ、そういうこともありますから、まあ、1番2番っていうのをまず基本に押さえていただけたらいいんじゃないかなと思います。でもそれでもダメだったらやっぱり薬で下げた方がいいんじゃないかみたいな人もいると思うので、ちょっと薬の話をね少ししたいと思います。日本でこのコレステロールを下げる薬で非常に有名な、まあ、スタチン系の薬っていうのがあるんですけど、ちょっと商品名はね今言わないですけど、非常に有名なお薬があって、ここはどこに左右してるかというと、このスタチン系の薬なんですけど、この HMG-CoA、レダクターゼっていうのを阻害するものとして働くんですね。だそうするとどうなるかというと、せっかくフィードバックがかかってコレステロールを作ろうとするのにそこを阻害するから、これコレステロールができないように作ってるんですよ。まあ、ある意味でいい薬なんですけど、僕はずっと言ってるんですけど、薬はリスクなんで、まあ、必ずと言っていいほど副作用があるんですね。このスタチン系の薬にもちょっと有名な副作用として黄門菌融解症っていうのがありますね。まあ、分かりやすく言うと、あんまりひどくなると寝たきりになっていくっていう可能性のリスクがあるということがちょっとね頭に置いておいていただきたいなと思います。で、このシステムで考えた時にこのスタチン系の問題点がね実はもう一つあるんですね。確かにこのスタチン系の、薬を投与すると HMG-CoA レダクターゼでこれが阻害され、よく見てほしいんですけど、コレステロールにも関係するけど、これメバロン酸からファルネシルプロピロリン酸から抗エンザイム Q10 も作ってますよね。で、ここちょっと理解してほしいんですけど、スタチンを投与するとコレステロールも減るけど、実はこれ抗エンザイム Q10 の生成も少なくなってくるんですよ。で、これ何が問題かというと、そもそも何のためにコレステロールを下げたかっていうのは、動脈硬化の危険因子を避けたいから避けてるわけですよね。じゃあ動脈硬化は何で問題になったかというと、以前の動画で説明したように、要は活性酸素とか炎症とかが問題なんですね。ってことは活性酸素とか炎症を防ごうと思ったら抗酸化物質を取らないといけないわけです。でも抗エンザイム Q10 というのは抗酸化物質として非常に優秀なのに、スタチンはそれを下げてしまうんですよね。ということは動脈硬化のリスクを下げようと思ってスタチンを投与しているのに、抗エンザイム Q10 の生成が少なくなることで実はリスクがちょっと上がっているということを少し理解してもらうと、もう薬だけでいいのかなっていうふうにちょっと思っていただきたいんです。
で、僕のおすすめはこれです。カテキン&テアフラビンね、これは意外に面白いんですね。実はカテキンとかテアフラビンっていうのは LDL っていうのの酸化を防ぐ抗酸化物質としての効果があるんです、これがまず1点ね。あともう一つ、特にこの紅茶とかに入っているテアフラビンっていうのはここですね、スクアレンエポキシダーゼの阻害として働きます。ここで阻害してコレステロールの量が減るから抗エンザイム Q10 には作用してないですよね。そういう意味で僕としては薬も、ある意味で必要な人もいるかもしれないんですけども、このテアフラビンの効果っていうのを考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。ただこれは、高級の、紅茶とかに、入ってる主成分みたいな感じで入ってるんですけど量が少ないのでね、最近では、サプリメントとかでもね入ってますので、そういったものを利用されるというのも一つの手じゃないかなというふうに思います。今日はコレステロールがいろんな意味で誤解が多いものなので、それをいろんな誤解を解いていく意味でどういうふうにコレステロールと付き合っていったらいいのか、減らすためにはどうしたらいいのかっていうお話をさせていただきましたので、皆さんの脂質との付き合いのね参考になればと思います。これからも体のことであるとか栄養のことであるとかを配信していきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。